平成20年4月18日から5月11日に行われた第25回全国菓子大博覧会兵庫にて、久光堂のゆずもえが名誉総裁賞を受賞しました。創業40年以上という歴史のある久光堂で、ゆずもえは発売されてわずか3年余りです。一口サイズの饅頭で柚子の香りがふわりと香る絶品の和菓子です。なんと昨年の全国育樹祭では皇太子殿下もお食べになったそうです。柚子萌えはですね、柚子の味がしっかり出るように、あんことは別に中央にですね、柚子をジャム状にして入れてます。で、外側の水分とあんこの水分と柚子の水分を同じにして一体感が出るようにしっとりした感じに仕上げています。食べてもらわないとちょっとわからない食感だと思いますので、今までの饅頭とはちょっと口どけが違うと思います。ゆず萌えの萌えは火の神の里阿蘇の燃えると、阿蘇の大自然の草木が燃えるから名付けられました。白あんとゆずあんを詰めた饅頭、ゆず萌え、ぜひ食べてみてはいかがですか？